ヨシュア記の第5章の13節から15節であります。お読みいたします。ヨシュアがエリコの近くにいたとき、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持ち、こちらに向かって立っていたので、ヨシュアはその人のところに連れて行った。その人のところへ行って言った。あなたは我々を助けるのですか、それとも我々の敵を助けるのですか。彼は言った。いや、私は主の軍勢の将として今来たのだ。ヨシュアは地にひれ伏して拝して言った。我が主は何をしもべに告げようとされるのですか。すると主の軍勢の将はヨシュアに言った。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたが立っているところは聖なるところである。ヨシュアはそのようにした。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から神を王とする歩みという題でメッセージをさせていただきます。神を王とする、これは、聖書にも出てくる言葉でありますけれども、私もよく使う言葉ですね。よく使う表現だと思います。でももしかしたら皆さんの中には、神を王とするというと、なんかですね、神様に向かってははーってひれ伏して、嫌なこともしなきゃいけなくて、無にもしなきゃいけなくて、本当はやりたくないんだけど、本当は嫌なんだけど、本当に、神様王様だからな、本当にもうこの方に従っていかなきゃいけないから、嫌なことも無理もしなきゃいけないし、そういうふうに思っていらっしゃる、神様を王とするってそういうことなんだってことを思っていらっしゃる方々がおいでなのかなってことを思うんですが、ですね、間もなく発信する月報のために、今回からペーパーの紙の月報がなくなりまして、いい月報になったもんですから、字数を気にしなくていい、少なくてもおかしくないし、多すぎても困らない。それでですね、この今回2人の方がお証しを寄せてくださいました。本当に感謝します。そのうちの一人の方はですね、最近洗礼を受けられた方なんですけれども、その文章の中に、その方の文章の中に、私が1年前にお話をしたことが紹介されていました。あ、確かにそんな話したなというふうに思い出すことでありますけれども、聖書の教え基礎コースを洗礼を受ける前に、だからもう1年2年前にしていたわけでありますが、聖書の教え基礎コースも終わったし、神様のこと、イエス様のこと、罪のこと、十字架のこと、救いのこと、いろいろお話をしてきて、もうイエス様を信じて洗礼を受けませんかという、そういうような話をしたと思うんですけれども、その時のお返事が、まだ準備はできていませんということでありました。まだ私準備できていません。それに対してですね、私こう答えたって、私は準備ができるのを待ってますよって答えた。そうですね、私の記憶は言いがりなんですけど、向こうが多分本当だと、そういうふうにおっしゃってるの、多分そう言ったんだろうなと思うんですけれども、準備ができるのを待ってますよって。そして、クリスチャンになって全てを神様に委ねる人生はとてもとても楽なんですよというふうに答えたというのであります。本当にそうだなと思います。神様を王として神様に降伏をして神様に委ねて歩む、その歩みは平安があり喜びがある歩みであります。まさにその方はそれを経験して洗礼に導かれたんだということをお明かししていらっしゃいました。そうなんです、神様を王とする歩みは祝福にあふれています。神様を王とする歩みは素晴らしい歩みです。今日は
本当に神様を王とする歩みをしようよって、しましょうよって、そのことをお話しさせていただきたいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一に、何を王としているだろうかってことです。私たちは何を王としているでしょうか。まあ、私たちはって一般化してはいけませんね。あなたは何を王様として歩んでいるでしょうか。神様を王とするのは素晴らしいです。でも、もしもあなたが神を王としていないとするならば、何を王として歩んでいるでしょうか。まあ、一番わかりやすいのは自分だと思いますね。まあ、先週の、メッセージの中でもそのことを少し触れました。神を神としましょう。その時に、この10回のですね、最初の3つの戒めは神を神とすることだって話をさせていただきましたけど、神を神としなかったらどうするの、じゃあ何を神としてるか、まあ、自分を神としているんじゃないかという話もさせていただきました。自分のやり方、自分のビジョン、自分の考え、それが本当に何よりも大切で、本当にそれを神様の前に明け渡すことが大切なんだ。これはですね、実は第二のポイントでゆっくりお話ししたいと思うので、まあ、これくらいにしておきたいと思うのでありますけれども、もう少し掘り下げてみたい、テーマが今日はあります。いや、私はそれほど自分がはっきりしていないから、そんなに強く自分のやり方とか自分の考えとか、それ私は持っていないから、私は自分を王様だなんて思ったことはありません、という方もおいでだろう、ある程度おいでだろうなというふうに思ったんですね。じゃあ何が王様なんだろうか。ある方々は人の声や人の顔色、そういうものを気にする、そういう生き方をしています。で、人の顔色、あの人がこう言った、この人がこう言った、 あの人がこう言ってるって、この人がこっちにこう言ってるから、どうしようかな、2つの意見をどうやってまとめようかな、まあ、そういうふうな場面もあるわけでありますけど、私たちが人の顔色や人の意見、人の顔、声、そういうものに振り回されているときに、それは結局のところは自分がどう思われているかということに心がとらわれているということではないだろうかということを思わされています。人の顔色が気になって仕方がない、自分がどう思われているか、それは結局のところ自分がどう思われているか、人が人の顔色、人の意見、人がどう思ってるか、それが気になってしょうがないのは、人が気になってるんじゃなくて、人が大切なんじゃなくて、結局は自分の評判が大切で、自分の評価が気になっているということがどれだけあるだろうか、あの人が喜んでくれればいいんだと、そう言いながら人のことを大切にしているように見せながら、結局は自分の評価や自分の評判のことが気になっていることがないだろうかと思わされるのであります。先週1週間、日々の御言葉で読んできたところで、サウル王のことが出てきました。神の選びによって建てられたその王様であります。最初の王様、イスラエルの歴史の中で一番最初に出てくる王様がサウル王でありますが、そのサウル王は本当に人の反応が気になる人でした。神様と共に歩んでなくて、神様を王様としないで歩んでいる人、誰かなってことを思いながらですね、聖書を読んで、先週聖書を1週間読んでたわけでありますけれども、その中で本当に思わせた、このサウル王、本当に神様を王としないで歩んでるな、なんだろう、人を恐れて、人の評判を気にして、人が何て言うか、それに心をとらわれて生きてるなと思いました。ある時は、ダビデはこの1000人をやっつけた。ごめんなさい、サウル王は1000人をやっつけた。ダビデはその頃、その子ダビデがですね、自分が王様なのに、ダビデがだんだん力をつけていく中で、
ダビデは1万人をやっつけた。ダビデは王様の地位なんか何も狙ってない、そうなのでありますけれども、でもですね、この自分の地位が狙われてるんじゃないか恐れるわけであります。サウル王は本当に人の評判を気にしました。ああ、サウル王は1000人をやっつけて、ダビデは1万人をやっつけた。そういうことを歌っている人がいたら、もうサウル王はですね、不安で不安でしょうがなくて、彼はなんとかこのサウルをやっつけようとし、サウルを殺そうとして、サウルを追っかけるという記事がありました。本当にこの私たちがこのごめんなさい、サウル王様というのは本当に人々の顔色を気にして、人々の評判を気にしている王様でありました。王様になって間もない頃には、戦いに出ていく時に、あのサムエルがこういうことをサウルに言うんですね。犠牲を捧げて神様にお祈りするから7日間待ってなさい。はい、わかりました、7日間待ってます。1日待ちました、2日待ちました、3日経ちました、4日経ちました、5日経ちました、6日経ちました、なかなか来ません。サムエル来るって言ったけど来ないじゃないか、もう6日経つぞ。いや王様、7日待ちなさいっておっしゃったか言ってたから7日待ちましょうよ、7日待って。でも7日になって目にもなって来ない。そしたらですね、何が起こったかっていうと、7日まで待ってればそれでよかったわけでありますが、でもですね、その何が起こったかっていうと、7日目にそれでもサムエルが来ないって時に、人々がなんだサムエル来ないじゃないか、サウル王様あなたは捨てられちゃったのかもよ、一人去り、二人去り、三人去り、自分の周りで自分を助けてくれる人がどんどん去っていったわけであります。その時にサウル王様も我慢ができませんでした。人々が去っていくのが怖くて怖くて、辛くて辛くて、本当に彼はどうしていいのか分からなくて、彼はとうとうそこでサムエル祭司しか捧げてはいけなかったその捧げ物を神様に捧げるということをしてしまった。これは祭司しかしちゃいけないことだった。サムエルが待ってなさいって言ったのに、このサウルはそれを捧げた。その捧げ終わった時にサムエルがやってきたって、サウルお前何やったんだって、いや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 、あなたが来るって言ったのに来ないから、もう人々が去って行っちゃったんですよ、だからねしょうがなくて私は捧げ物を捧げました、そうやって言い訳をするわけでありますけれども、彼は人の顔色が気になった、人の反応が気になった、人々が去っていくのが怖くてしょうがなかった、彼は恐れに支配されていたのであります。またサウル王様はもう一つ失敗します。それは滅ぼすべき敵の羊とか牛とかの中から良いもの、高価なもの、滅ぼすのにはもったいないもの、それを取っておいた。そのことをですね、サムエルが指摘したら、これね、もったいないから全部滅ぼしなさいって。でもこれもったいないから羊とか牛とかその中からサウルはもったいないから取っておいた。サムエルがそれを指摘したら、これは私ではなくて兵士たちが、それも神様に捧げようとして、兵士たちがこれはね素晴らしい牛や羊だから、これ神様のために役に立たせようと思って兵士たちが取っといたんですよっていうふうに言い訳をする。それも分かりません。王様は自分でやっておいて、サウルは自分でやっておいて兵隊たちがと言ったのかもしれませんが、このサウル王が言った通り、もしかしたら兵士たちがそれをして、でもそれをサウルがやめさせられなかったのならば、それはやっぱりサウルは王様として人を恐れた。人の顔色を見ていた。自分がどう思われるかが心配していた。これ神様に捧げましょうよって兵隊たちが言ったとするならば、これ滅ぼさないで取っときましょうよって、もしも兵隊たちが言ったならば、なんでこのサウル王はそれをやめなさい、神様はこう言ったんですよって言えなかったんだろうか。サウルは神様ではなくて人の顔色を恐れて、それを王様にしていた。それは何かというと、自分に自信がないだけじゃない、自分の評判を気にして人々は私のことを何て言うだろうか、そこに心を砕いていたからであります。今日の聖書箇所、今日先ほど読んだヨシュア記の5章は、この
ヨシュアもですね、多分この時にはもう作戦があったと思いますね。エリコの城をどうやって攻めようか、明日エリコに攻め入ろう、これからエリコに攻め入ろうというその夜であります。そのですね、このこれからどういうふうに行こうかっていろいろこの作戦を練っていたでありましょう。もしかしたら参謀と言われるような人々、この相談役の人々と自分の周りの家来たちと相談をして、こういうふうに攻めよう、そういうふうに考えていたでありましょう。でもこの場所でこのヨシュアは主の軍勢の将にひれ伏すわけであります。それは神様を王様とすることでありました。神様を王様として迎えて、神様あなたの導かれる方法、神様あなたのこの作戦、それに従っていきますという、そういう決意でありました。でもそこで与えられた作戦って何だったでしょうか。つい最近子どもたちのこのプログラムでもこのところ読んだようでありまして、先週はあの子どもたちがねちゃんと覚えてましたけれども、エリコの城を6日間1回ずつ回る、エリコの城の周りを6日間1回ずつ回る、そして7日目には7回回る、そしてその間はずっと静かにしていて、城の周りを1日1回、7日目には7回回って、そしてその間にはずっと静かにしていて、そして最後にラッパの合図で大きな音を出す、ラッパを鳴らし、また大きな声で叫ぶ。そしたらこの城は崩れるだろうというふうに神様はおっしゃるんですね。それを聞いてヨシュアはどう思ったかなと思います。本当にそんな方法ですか。またそのヨシュアの神様から、ヨシュアが神様から受けたメッセージをまた人々に伝えたときに、人々はどう反応したかなと思います。ヨシュア、ヨシュア大将、そんな方法ですか？何の意味があるんですか？6回回るって、6日間、一日に1回黙ってその城の周りを回る？何の意味があるんですか？そして7日目にはその城の周りを7回回る？何の意味があるんですか？なんでそんなことするんですか？そういう質問もあっただろうなというふうに思うんです。そんなのバカらしいと言った人々もいたかもしれません。そんな戦いがあるだろうか？人々は何て言うだろうか？でもヨシュアは神様の命令に従ったのであります。6章に進んでいくとそのことが書いてありますけれども、ヨシュアは神様の命令に従ってこのエリコの城を1日1回ずつ回りました。そして7日目には7回回りました。黙って回りました。何も言わないで静かに静かに回りました。毎日毎日それを繰り返している中で、何のためにこれしてんのかなと思ったかもしれません。でもヨシュアは神様の命令に従いました。7日目には7回回りました。どれくらいの大きさの町だったんでしょうか。周囲が例えば2キロであったとしても、7回回ったら14キロであります。何時間も何時間も何時間も何も話さないで、何も語らないで、その周りを回り続けました。7回です。そして大きな声を出しました。その時に城は崩れました。ヨシュアは神を選んだのであります。神を王としたのであります。人の声ではなく、人の反応ではなく、神を選んだのであります。それが大切なポイントでありました。私たちはどうでしょうか。私たちは本当に神に従っているでしょうか。神を王として、その王のもとに自分自身を投げ出して歩んでいるでしょうか。神を王とする歩みを
させていただきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神の前の幸福ということであります。この神様の前に幸福をしたのであります。このヨシアは、この神様の軍勢の将はヨシアはこう聞きましたね。あなたは我々を助けるのですか、それとも我々の敵を助けるのですか。この口語訳の訳はちょっと間抜けでありまして、これはですね、もっと緊迫感がある。ヨシアも戦いの準備してました。向こうも戦いの準備をしています。モロハの、モロハじゃない、抜き身の剣を手に持った。もう剣をこの抜いていたっていうんですよね。だからこの敵か味方か、もう本当に刀に手を置いて、ヨシアも刀に手を置いてとか刀を持ってたかもしれません。とにかくですね、敵か、お前は敵か味方か、そういう緊迫感のある言葉であります。それに対して彼は答えました。いや、私は主の軍勢の将として今来たのだ。このいやって言葉を読んだときに、私はずっとこれはこのいや、これノーってありますけれども、このノーの言葉は、この我々の敵を助けるのですか、敵ですか、お前は敵か、それに対するノーとしてこの軍勢の将は言ったんじゃないかと思っていました。違うよ、俺はお前とお前の味方として来たんだよ、そう言ったのかと思っていました。でもちゃんと読むと違いますね。英語ではちゃんとあのNeither、NEITHER、Neither、Neither、そういうふうに訳されていましたね。両方どっちでもない。つまり敵ですか、ノー、味方ですか、ノーなんです。両方ノーなんです。敵だとか味方だとかそういうことじゃない。私は神様の軍隊の将軍として今ここに来たんだって。あなたの敵だとか、あなたの味方だとか、そういうレベルじゃない。私は主の軍勢の将なんだ。あなたの足の靴を脱ぎなさい。こういうわけであります。今、戦いに出ようとしている時ですよ。その時に足の靴を脱ぎなさいってことは、もう戦えなくなるってことです。皆さんね、スポーツをする時には靴は履きますよね。そしてその靴を履いて試合に臨むわけじゃないです。準備をして、でもその靴を脱ぎなさい。もちろん戦いもそうであります。戦いの場面であなたの靴を脱ぎなさい。それは幸福であります。全面幸福であります。あなたは私の敵だとか味方だとか、そういうこと神様の前に言うんじゃない。あなたの足の靴を脱ぎなさい。そのように神様はおっしゃるのであります。皆さん、私この箇所を読むときにいつもね、もう 100% もう例外なく、あのロイ山本先生が書いた白紙の契約の話を思い出します。白紙の契約、もう先生は、私は神様のためにこんなにやります、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 こんだけ頑張ります。それを神様の前に出したら、神様がそれを全部破って捨てなさい。そして白い紙にあなたのサインをしなさい。残りの部分は私が書きますって神様おっしゃったって。その白紙の契約の話を思い出すんですけど、昨日も、ああそうだなって、この聖書の箇所はやっぱり白紙の契約だなと。白紙の契約、ロイ山本先生の本でありますけど、自分の本棚探したら見つからない。教会に来て教会の本棚は 見ました。見つからない。いや、私借りてますよって人がいるかもしれませんが、とにかくです、見つからない。その時にね、私は思いました。ああ、私は今ここで私自身が白紙の契約しなきゃいけないんだなと思いました。あの本からインスピレーションもう一回もらおうと思って、この本の、このロイ先生書いたこの本、本当にそうだね、この聖書の箇所といえば、もう神様前に白紙の契約したロイ先生すごいよな。そのことを、それまた読んでですね、神様から、またこの本から神様からインスピレーションをもらおうと思って探しましたけど、でもですね、見つからない。
その時に神様が、私は思いました。神様が私をもうその本からインスピレーションじゃない私のところを来なさいって招いていることを感じました。昨日の夜中の夜中でもないですね、夜の9時半ごろに皆さんが座っている一つ一つの椅子を回りながら手を置きながらお祈りしました。神様、この席に座る方が神様によって取り扱われますように、もう導かれるままに何も決めないで、決まり文句も何も決めないで、とにかく一つ一つのこのベンチですね、一つ一つのベンチに手を置いてお祈りしました。導かれるようにお祈りしました。この席に座る方が御言葉を自分のものとして受け取ることができますように、この席に座る方は神様の前に本当に悔い改めに導かれますようにお祈りしました。でもお祈りの中でだんだん祈りが変わっていきました。本当に神様が導いてくださる祈りでしたから、祈りが本当に神様の御思いによって作り変えられていくんだなということを思いました。最後の方になるときには、神様、ここに座る方の目を見て私が話せますように、神様、私の方法ではなくあなたの方法で一人一人の心に触れてください。そのためにはまず神様、私があなたに全面降伏します。私の方法、こうすればいい、こういうふうに語ればいい、そういうことではない神様の方法を表してください。エリコの城を1日1回回って6日間回って7日目には7回回った、それがどんな意味かわからなかったけど、神様の方法に従ったヨシュアの信仰を私にも与えてください。そのような祈りに変えられていきました。最後には私を作り変えてください、私の王になってくださいと、この前でひざまずいて祈る祈りに導かれていきました。本当に神様は私たち一人一人を、本当に私自身を、私たち一人一人を神様の前に神様の方法で導いてくださるように、神様の方法で御業を成してくださるように、そのように自分自身を明け渡して従っていくようにと私たちを招いていらっしゃいます。私がまだ日本にいたところですから、今から30年近く前でありますが、30年近く前でありますが、ご存知の方もいらっしゃると思いますし、そこに関わっていた方ももしかしたらいるかもしれませんが、日本でジェリコジャパンという大会が持たれました、それまでですね、ビリー・グラハムとかですね、海外で有名な牧師をこの先生日本にも来てもらおうって言ってですね、通訳誰にしようか、そうやってですね、アメリカ、また、インドネシア、また、南米からヨーロッパから、有名な伝道者、本当にそこで何万人と人を集めている伝道者をこのお招きして、そして後楽園球場とか東京ドームとかでやろう、甲子園球場でやろう、そういうふうにやってきました。ところがこのジェリコジャパン、この日本の牧師がメッセンジャーになって、最後の方は有明コロシアムという、東京の今の今度オリンピックもたれるようなそういうところです、有明コロシアムで1万人近い人々が集まって集会をもたれました。1980年代後半から90年代の初めにかけてですね。でこのジェリコというのは、今日の聖書に出てくるエリコの英語読みですね、ジェリコだから、よくこの集会の前には山手線で乗って東京の周りをぐるぐる回りながらお祈りするとか、そういうお祈り会が持たれました。皇居の周りを歩いてお祈りするとかいうお祈り会もありました。
その頃私が牧師になって間もなく奉仕している日本で奉仕していた東京のその教会の方がその集まりに参加したのであります。まあ、ジャーナリストの方なので取材も兼ねて知らなければいけないということで、まあ、そのですねジェリコジャパンに集会に参加したそうであります。でもその集会の中で、皆さん手を挙げて賛美をしましょうという呼びかけがなされました。その方はですね手を挙げて賛美をしたことがなかったというのであります。何十年もクリスチャンとして歩んでいたけれども、賛美歌というのはこうやっていい子っていうかね、本当に手を前に下ろして賛美する、賛美歌っていうのは歌うもんだ、手を挙げて賛美をする、いやそういう人たちがいることは知っていたけど自分はそういうタイプじゃない、だから、すごい抵抗があったそうであります。でも神様を賛美するからするんだからと思ってですね、いや躊躇しながらです、神様本当にそうなんですか、やんなきゃいけないですかと思いながらですね、だけどですね本当にそうね、彼はそこで本当に手を挙げて神様を賛美した。その時にですねその方はこのようにおっしゃってました。それまで心にあった抵抗感が崩れていくのを感じた。自分はこんな賛美のスタイルはちょっと私には合ってないと思っていたけれども、そういう抵抗感がいつの間にか崩れていくのを感じた。そしてこう言われました。ジェリコジャパンって言うけど、このジェリコの城は一生懸命伝道してもなかなか神様を信じる人が増えない、起こされない、そういう東京にある壁みたいな、そういうようなものだと思ってきたけれども、またこの日本のリバイバルのためにといって、日本の国のこの閉塞感とか、この日本の国の固いこの殻みたいなのを壊さなきゃいけないと思って、そういうもんだと思ってきたけれども、実は崩されなければいけないのは私の心の中にあるそういうこだわりとか、賛美とはこうじゃなきゃいけないとか、そんなのはおかしいとか、そういう思いこそがこのジェリコの壁だったんだ、崩されなければいけない壁だったんだとおっしゃったのであります。ここでもヨシュアが足の靴を脱ぐというのは、エリコの城が崩れる前にまずヨシュアの心の中にある壁が崩されなければいけなかった、そのことを表している出来事であろうと思います。家族の中に、友人の中に、エリコの城壁がある、そういうふうなことを感じておられる方もおられると思います。あの友人、あの家族、イエス様信じない、教会にもうなかなか来てくれない、ああそこには壁があるな、そうだエリコの壁を崩れるように私は1に7回回ろうとか、まあそういう家族とか友人とかの中にエリコの城壁がある、そういうふうに感じている方もいらっしゃると思います。社会の中で、学校の中で、会社の中で、また近所の方々との関係の中で、またもしかしたら教会の中でもそれを感じておられる、壁があるなって感じておられる方がいるかもしれない。でももしもあなたがそれを感じるならば、まず本当に崩されなきゃいけないのはあなたの心の中にあるエリコの壁じゃないでしょうか。本当にまず崩されなきゃいけないのはあなたの心の中にあるんじゃないですか。神様はまずあなたに、さああなたの靴の足の靴を脱ぎなさい、足の履物を脱ぎなさい、そのように語っていらっしゃいます。心の中にある、まず私たちの心の中にあるエリコの城壁を神様によって
崩していただこうじゃありませんか。そして神様を神様として、神様を王としてお迎えして、私たちの周りにある本当に多くの多くのエリコの壁を神様の方法によって、私たちの方法じゃない、自分の過去の経験とかでもない、本当に神様の方法によって崩していただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは何を王様としているでしょうか。私たちは本当のところ、私たち自分の人生の中で何を王として、そこに仕えているでしょうか。自分のビジョン、自分の思い、自分のこだわり、自分の過去の経験、そういうようなものに立てこもって、そこで自分を王として歩んでいないでしょうか。また人の声、人の顔色、そういうものに振り回されて、結局は人を愛してるわけじゃない、自分自身を愛し、自分がどう思われているかに心を配っているような生き方をしていないでしょうか。神様、あなたを王としてお迎えいたします。私たちの心にあなたを王としてお迎えいたします。私たちのこだわりや、私たちの主理主張や、私たちの過去の経験や、そういうものを本当にあなたの前にすべて持ち出します。それを捨ててあなたを王とします。どうかしよう、まず私たちの心の中にある城壁をあなたが崩してください。私たちの心の中にあるこだわりや、この偏見や、こうじゃなきゃいけないと思っているようなものをすべて崩してください。そしてあなたが導かれるところ、あなたの方法で神様戦っていくことができますように、あなたの方法で歩んでいくことができますように、それがたとえあのエリコの城を7回回るような、いや全部で17回13回回るような、そういう一見何の意味があるんだろうかと思えるようなことにも、あなたの導きならばそれに従っていく勇気を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたに待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。